清水誠一さんが昨晩というか亡くなったので、それの、まあ、お通夜に向かおうとしているんです。清水誠一さんっていうのは、1946年生まれ、昭和でいうと昭和21年生まれですね。私も同じ年に生まれていて、確か私よりも少し2ヶ月か3ヶ月お兄さんのはずですけども、まあ、1946年生まれというのはどういう年の巡り合わせかというと、日本は1945年の8月15日に、アメリカとの戦争で敗戦を迎えますけども、私はちょうどその敗戦の日の8月15日に親がセックスして、とつき10日経つと、翌年の1946年の6月の26日に生まれるという、そういう巡り合わせでありまして、まあ、清水さんも大体そういう、つまり敗戦直前に親がセックスして、身ごもった、子供ということが言えます。つまり太平洋戦争で、日本人が大量に死んでいくわけですけども、まあそういう時に次の生命として、受胎した世代で、まあいわゆる団塊の世代っていう言葉がありますけども、その団塊の世代の早いとも言えるし、あるいは団塊世代のちょっと前っていうことも言えるんですけども、だから私なんかが小学校に入った年っていうのは、小学校が、12クラスぐらいで、しかも1クラスが60人超えてるという状態で、まあ、いわゆるベビーブームですね。つまりたくさんの人が死んだから、それで平和がやってきたから、まあそれっていうんで親たちがまあセックスをして、子供が次々に生まれてくるっていう、そういう世代なんですね。まあ、生と死がこう隣り合って、世代交代が、いった世代で、いわゆる団塊の世代を軸として、そのまあ人間の文化っていうのが大幅に変わっていったわけですけども、で清水さん自身は、幼い時に非常に麻痺なさっていて、まあ、補助器具をつけるほどでもないですが、足を少し引きずって歩いてらっしゃるね。で、まあ、今回でも、まあ、自死というか自殺なさったっていうことの一つの要因に、かなり、年取られて足が痛かったようであります。それは今日お母さんと電話で話して、そういう話を伺ったんだけども、まあ、私の場合は小児麻痺じゃなくて結核ですけども、結核にかかって、小児結核にかかって、まあ、視線を何度も繰り返し、まあ、もう死ぬなって思ったのは、まあ、あるわけですね。子供の時からそうですけど、死と隣り合わせに生きてきたっていうのもあります。まあ、その当時でいうと、まあ、結核が 最悪の状態、日本が敗戦して、食糧なんで、日本中に結核が蔓延していくわけですよね。だからまあそういうのに子供罹患というか、かかってしまう親っていうのも不用意っても不用意なんだけども、まあ、まあ人間そうやって病気で苦しめられていくっていうのは、まあ、今もありますけども、昔だとまあかなりもっと深刻といえば深刻ですよね。でそういう中で清水誠一さん自身は成長していくわけで、私が聞いてたんだとそんなに言わないんですけど、やっぱりかなりいじめられたみたいですね。その小児麻痺で足が悪かったってこともあって、かなりいじめられたみたいでありまして、それこそ田舎のことだから、なんかクソダメの中にこうつけられて、頭からつけられたみたいとか、そういう話を少しですけど聞いてます。彼自身は喋りたくないって言って、あんまりそういう話はしなかったですね。私自身の子供の頃というと、まあ、ほとんど女の子と遊んでて、おままごとと、それから、まあ、着せ替え人形というか着せ替え遊びというか、一種の仮装行列みたいな遊びを全部してましたけど、そういう意味では本当に女の子っぽい男の子で、まあ、病弱ってこともありますけども、あんまりいじめられる、まあ、少しいじめられましたけどね。小学校2、3年だとシスターボーイって、丸山明宏が出てきた時にシスターボーイっていう言葉があって、
宮山明宏って言ったっけ、名前途中で彼変えるのでどっちを言ってるか忘れちゃったけども、まあそういう世代で、まあ、清水さんはだそれでまあ新潟大学の医学部に入るんですよね。で元さんは東大の建築学科を出てらっしゃる方で、まあ、清水家というのは、そんなによく知ってるわけではないですけども、ずぶ立派なお家というか大きなお家でお庭も立派でありまして、だからその小淵沢のやっぱりこう豊かな農家であったというふうにお見受けしてますけども、まあそれで新潟大学の、医学部に入られて、どうしてその医学部を中退してしまうのかというふうに思うけども、なんか美術の話を彼自身はしてて、その、まあ、結局本物の美術家になろうとしちゃうような選択をするんですね。で私の方は、都立駒場高校に進学しますけども、まあ、病気を繰り返しやって、まあ、中学生の2年の時には、六膜炎でやっぱり1年間休学してますけども、3年の春に、また病気が再発して、まあもう留年をしたくなかったのでそのまま高校には通ってましたけども、まあちょっと美大に受験していくっていうのはちょっともう無理っていう状態で、まあ一種の断念をして、医者にならないのはどうしようかと思った時に、まあいろんな問題があって、あんまりそれをここで喋りたくないですから言わないですけども、まあ、結果的に美術大学の進学を選ぶわけですね。まあ絵は小学校1年から描いてましたから。でまあ清水さんは、まあ、いわゆる医者っていうのは美術が好きなんですよ。医者で絵を描いてる人の人数って多いので、だから医学と美術というのはどこかで通底してる部分があって、そういう要素はあったと思うんだけども、まあ話しても私なんかの小学校1年から日展の理事になる先生についていたし、それから日展もずいぶん小学生から見てたし、中学2年段階でもう世界美術全集、それから日本近代絵画全集というようなものを買って、それからまあ、実際東京国立博物館とかああいう美術館に延々通ってますからね、中学生段階で。私の教養っていうのはほとんど中学生の時にできちゃってますから、あるいはその哲学書で言えばキルケ・コロの死に至る病っていうのは中学2年生で読んでますからね、早熟って言えば早熟だし、まあオタクの本当にオタク元祖みたいな世代だから、ただ清水さんは全然美術あんまよく知らなかったですね。だから結構いろんなことでバカにしたんだけど、まあ本人はまあ東京までとやっぱり地方は違うから、でまあ清水さんとだから清水さんと初めて会うのは1971年だったと思いますけど、時はバガローの日曜日だけの一日展を彼が借りて描かれたファッション展っていうのをやってて、結構その頃彼ファッションになんか汚いおじさんなんだけど、まあ昔おじさんじゃないですけど汚いお兄さんなんだけど、なんちゅうのかな、まあ、よくその辺聞かなかったけど、なんかとにかくファッションは興味持ってて、で描かれたファッション展っていう展覧会があって、展覧会そのものはまあ呆れるほどひどかったですね。だからちょうど感覚的に言うとね、今のあれですね、マイクロポップと本当によく似てるっていうの、そういう程度の作品ですよ。それでまあやたらになんか喋りかけてきてて、それを覚えてますね。その結構大きな声で早口で鳴り立てる人でうるさいんだけど、まあ僕なんかやっぱり印象的なのはそのちょっと後に、トラックにベニヤ板を積んで神田の町を、神田に103現代美術の画廊があったんですけど、そこを走らせて回って現代美術の角度を測るっていう展覧会をやるんですね。僕は結構その評価は高いですよね。まあその時代はそういう美術作品結構出てくるっていうか、まあもう消えちゃった作家だけど、一人立花連児っていうのが、田村画廊
に